プロ初ホームランおめでとうございます。ありがとうございます。自分の良さを早く出せるようにと思って思い切って打席に立ちました。自分のことのように先輩方も喜んでくれててやっぱりまだああいう経験をしたいなと。そのホームランボールでその後どうされました？いや渡したいんですけどなかなかそのコロナもあって会う機会がないのでじいちゃんばあちゃんに渡そうかなとは思ってます。大森が同級生で同じ年っていうのもあって、だいたい一緒にいます。マイペースにのんびり生きてるなと思います。自分はバットで生きていかないといけないタイプなのでもっと打てば自然に名前は知れてくるかなと思うのでそういう面で存在感を示していきたいなと思っています。いいね。